はい、こんにちは。札幌占い美容室葉山樫の後藤です。お客様の美容室に行く来店時間についてちょっと話したいと思います。はい、例えばご予約が12時だった場合、皆さんどれぐらいの時間に美容室に行きますでしょうか。いつも例えば12時のご予約の時に11時45分15分前に、美容師さんのことを気遣ってですね、ちょっと早く行ったとしましょう。大型サロンでアシスタントさんがたくさんいて、席数も多いところはちょっと別なんですけれども、ワンマンサロンとか面貸しをしているサロンとかだとですね、マンツーマンですね、その場合ですと例えば15分早く10時からやっていたお客様が12時に例えば終わるという枠を取ってたとしましょう。その時に11時45分でご来店いただいた場合ですね、ワンマンのマンツーマンの美容室だった場合ですよ、その場合は、11時45分のお客様が来店した時にご案内しないとダメですよね。で、今やっているお客様の手を一回止めて、もしくは会話を一旦止めて、ご案内する必要があります。そうするとですね、どうなるかというと、これが大きいサロンであれば別なんですね。で、席が例えば近い場合ですね、そういう場合というのはどういうことになるかというと、今担当されているお客様が、もう終盤ですよね、終わり頃ですよね。次のお客様が来てしまうと、まずそのお客様がちょっと気を使ってしまいます、美容師さん側に。ちょっと次の人来ちゃったから美容師さん、ちょっと焦ってるんじゃないかなとか、例えばその美容室、お客さんがちょっと最後ここ直してって言いたかったとしても、次のお客様が来ていた場合ちょっとそれが言えなかったりとか、そういう優しいお客さんもいらっしゃると思うんですけど、そうするとまずお客さんが気を使っちゃいます。で、美容師さんがその何か会話で、最後ね、髪の毛の説明をしてる時に会話が一回終わっちゃうので、そこでリズムがちょっと崩れちゃうんですね。で、早く来ていただくのは悪いことではないんですけれども、そこで一回リズムが狂ってしまって、ご案内してまた戻ってって感じになると、なんか流れが一回止まってしまうんで、ちょっとね、そこでリズムが狂ってしまうと。で、そんな時に結構営業電話がかかってきたりとかして、そこでまた時間を取られると、そういうことも結構ありますよね。あとなんかトラブルが起きてちょっとね、時間がこうまたずれ込んでしまうとかですね。早く来てもらうということはお客さんの意識として気を使ってる場合もあると思うんですけど、一番ベストはこれ美容師さんの性格だったりとか美容師の状況によると思うんですよね。時間ぴったり、じゃあ12時に来るお客様、この場合でしたら、どういうことが考えられるかというと、例えば10時から11時50分に例えばお見送りをして残り10分空きますよね。そこで、一呼吸をして、例えば飲み物を飲むなりとか、次の用意をするなりして、次12時のお客様に入ってきます。これがスムーズにできる場合は美容師さんの仕事効率が上がるので、かなり美容師さんの頭も一旦整理した状態で接客できますから、一番ベストな状態だと思います。ですがちょっと詰まってしまうというか、その詰まってるわけではないんですけど、お客様をかぶってしまうと、やはり美容師さんとしても2人分に気を使わないとダメになりますので、話してる会話の内容だったりとか、そういうのもちょっと相手のお客さん、もう一人のお客様のことを気を使いながら話す必要もありますし、最近だとですね、インスタグラムとか皆さんアップしたりとかすると思うんですけど、最後にこうね、動画撮ったり写真撮ったりとか皆さんすると思うんですけれども、その時間を例えば考えていた場合に早くお客様が来てしまうと、それはちょっとできないわけですよね。やっぱりちょっとそのお客様が待たせてるのに、ちょっと美容師さん側でこう写真を撮ったりとかね、シャッター音がカチャンとか鳴っちゃうと、ちょっと相手のお客様に申し訳ないんじゃないかと、待たせてるお客さんに申し訳ないんじゃないかとか、例えばこのお客様は写真撮ったけど次のお客様は写真撮らないかもしれないですからね。そうするとお客様が、あの人撮ってたけど私写真撮られなかったとかね、そういうふうに思うこともありますよね。考えると結構接客業ってね、いろんなこうとこまで考えないとダメなんですけれども、そう考えるとですね、じゃあベストはどこかっていうと、12時ぴったりか、もしくは1分遅刻ぐらいするがベストだと思います。12時に直帰りに来るのがもう一番ベストだと思うんですけど、もしくは1分遅刻するぐらいが一番、場合によってはね、結構ちょうど良かったりするかもしれませんね。逆にあまりこう遅刻してしまうと次にずれ込んでしまうんで、ちょっとそこもやっぱり結構問題なんですけど、かといってね、お客様が12時に来てもらっても美容師さんが詰まっちゃう場合もあるんで、僕もあるんですけど、
その場合はちょっと本当に申し訳ないなって感じなんですね。こちらの手違いで詰まってしまったと。なので、まあ、せっかく12時に来てもらって待たせる場合もあるんですけれども、まあ、理想としてやっぱりその予約時間にかなり近い状態で来てもらうと、前でもダメだし、遅すぎても前すぎてもダメですし、遅すぎてもダメというか、結構そこがね、遠くからね電車を乗って来てくれる場合とかっていうのは時間がなかなか調節できないと思うんですけど、まあ、その皆さんが行かれてるサロンが大型サロンで待合が広くてね、待てる環境であれば問題ないと思います。予約時間なるべくぴったりに行った方がより、スムーズに、で美容師さんが一呼吸ついてるんで、自分を接客してもらう時も頭の中も整理されてますから、じゃあこの次のお客様には、例えば11時50分からの10分間の間で次のお客様はこういうアプローチしようかなとか、こういう準備をしておこうかなとかっていう、こう策を練れるわけですね。一日の中のやっぱりリズムがこうきっちりね、リズムがずれてしまうとなかなかこうそれをね、一度ずれたリズムをまた戻すっていうのはなかなかね、どっかでこう時間の帳尻を合わさないとダメになりますので、かなり難しくなります。まあ、逆を言うとね、まあそのお客さんが空いててですよ、まあこれもイレギュラーなパターンですけど、びっちり予約が入ってる場合はいいんですけれども、入ってない場合で例えばその間がドーンって2時間空いちゃったとかね、そういう場合は多分早く来てほしいって、その美容師さんの自分勝手な考えになっちゃうと思うんですけど、まあ、基本的にはね、予約時間ぴったりぐらいで、来ていただくのが一番ね、いい手術を受けることができると思いますよ。美容師さんの気持ち的にもこうフラットな状態でね接客できますし、やっぱりどこかこうね、何かにこう気使って仕事をしていくとなると、そこが今度ストレスになってくるので、なかなかいいねパフォーマンスが出せないという可能性もちょっとあるので、ただまあ皆さん通ってる美容室の美容師さんは、そういうことも気にせずですね、スムーズに、担当してくれると思いますし、まあ、皆さんにもね都合があると思うので、駅からね、何分かかるか分かんないとか、初めて行く美容師さんは特にそうですよね、ちょっと早めに出てしまったとかね、そういうのあると思うので、あくまでもこれは都市伝説の話になりますから、全て本当の話ではございません。ですので、あまりね信用することなく、皆さん自分のペースで美容室に行かれたらいいかなと思います。はい、チャンネル登録していただきますと、未公開の動画というのが皆さんが見れる、公開している動画の同じ量ぐらいがですね限定動画で実はあるんですね。でその動画をチャンネル登録していただきますと、定期的にですね公開、そして限定動画にまた戻したりとかね、今後しようかなと思っているので、もしよろしければチャンネル登録してください。通知オンにしておくと瞬時にですね、アップされたら見れると思いますので、もしよろしければ、チャンスがあればいろいろ見れると思いますので、よろしくお願いいたします。はい、今回もご視聴ありがとうございました。